続きまして、女性にお話ちょっとお伺いしたいんですけれども、夏目さん、成田さんですね、今回お二人ともかなり裏ですとか影がある役どころだったんですけれども、演じられてみてこうどうでしたか、感じとして。そうですね、まあ、私自身も私 AB 型なんですけど、はい、ちょっと日頃も裏表ってわけじゃないんですけどコロコロ変わるので、まあ、すごく人間味あふれてる役だったのでちょっとやりやすかったかなっていうところはあるんですけど、はい、まあそこまで男性はあそこなんかこう翻弄できたらすごいいいですちょっと素の部分も出しつつそうですね、あんな冷たい目はしないですけど結構怖かったですよね。そうですね、人間を食べはしないですけどでもすごく人間しててこうやりやすい役だったなとは思います。あ、そうなんです、ね、ちょっと意外にじゃあ楽しかった、はい、楽しかったです。あ、そうなんです、ありがとうございます。成田さんはいかがでした。はい、私はここで言おうと思ったんですけど台本を読みすぎたせいなのか人を殺した夢まで見ちゃって リアルにすごい、もともと怖いのがすごい苦手なんですけどそれでも撮影中もハラハラドキドキしててすごいびっくりしちゃったんですけど、二方のすごい面白い現場のゴミがあったんですけどすごい楽しく撮影ができました。もう夢は見なくなりました。なりました。これ終わってからはもうなったんで、ありがとうございます。良かったです。はい、ありがとうございます。続きまして、加藤さん、大坊さん、浜田さん、お坂田、ちょっと同じ質問させていただきたいんですけれども、今回撮影でいろいろ役作りとかあったかと思うんですけれども、それのなんかここが大変だったとか、これが結構うまくいったなんてお話ありましたら。あ、じゃあ加藤さんから。まあ見たまんまですよねとにかく監督にはまあ追われるからと油男に追われるからっていうことをこう言われまして、はい、台本読んだ時に、はい、うん、質問することがたくさんありすぎてどうしようかなと思ったんですけどそうですね、とにかく役作りよりも、はい、体力をつけようと、はい、スタミナをたっぷりつけて、たっぷりと、はい、実際こう撮られた時期はもう夏の終わり頃でしたね。じゃあ残暑厳しい中で、それよりも撮影しているところが実はその渋谷とかだ、行っていいんですよね、はい、で渋谷だったんですよ、はい、で通勤ラッシュがすごい時ですね、はい、もうちょっと中を走るのは、すごい光景だったと思いますけれど、かなりのスピードで走ってましたからね、はい、順撮りって言ってこうシーンをこうちゃんと追ってって撮影をしているので、はい、後半は本当にこう本当に芝居じゃなくて本当に疲れてて、あ、増田さんと同じようにもう後ろ振り向けば同じ光景ですからなので、はい、もう自然とこう役には入れました、はいはい、そうだったね、お疲れ様でしたありがとうございますじゃあその、じゃあちょっと順番追っていた浜田さんは、はい、いかがだったんでしょうか。浜田は、はい、監督のこうイメージでスティルバーグ監督のこうジョーズとか激突とかをオマージュしたようなイメージで役を作ってっていう指示がありまして、はい、なんかこう暴走トラックとか暴走するものってなんだろうって思った時に、はい、例えばこうロックバンドの、はい、こう暴走列車のモーターヘッドとかデスメタルのバンドをイメージして声にこだわってそれがこう自分ではうまくいったと思っていまして、はい、でこう台本を読んだら、はい、ぬらぬらとした油男がと書いてあったんですでお気づきの方はいるかもしれませんし、いないかもしれませんが、全部ぬらって言ってるんですよ。ぬらお気づきになられた方いらっしゃいましたOK! これなのがそれが自分ではハマったと思ってます。あ
ありがとうございました。そのヌラーは、ね、あの次ご覧いただいた時にぜひ注目して油男を見ていただければと、よろしくお願いします思いますので、では、大坊さん、はい、はい、役演じられててちょっと不思議な世界だったと思うんですけども、はい、なんかここが大変だったとかございましたか？撮影が、1日だけだったんでどの話もそうなんだね。軸というかその時間軸がちょっと追うのに順取りでやるわけじゃないんで、その辺が今どの部分だとかっていうのを書くのが、まあ、大変じゃあ大変でしたけど、じゃあ逆にこう皆さんの話とは逆にその順番に取ってるのがちょっと逆に大変だったっていう感じ。あ、順番じゃなかったんですね。この第4話だけ順番じゃないです。あ、じゃなかったんです。あ、すいません。朝一番にあの巨大な怪物を取って、はい、もうね、一番負担をかけてしまったんですね。そうだったんです。結構すごい不思議な世界だったと思うんですけれども、ね、なんかその悩んでるのがちょうどマッチしてたんじゃないかななんてちょっと思ったりします。ありがとうございました。ではですね、あの中野監督お待たせいたしました。あの今日皆さんに東京トワイライトですねご覧いただいたんですけれども、皆様に一言コメントをお願いいたします。はいはい、ありがとうございます。本当に、まだまだ至らないってどういうコメントだか分かりませんけど、要するに先ほどもおっしゃったようにですね、あのほぼ1日撮り で汚いアパートって届けに書いてあると本当に汚いアパートを探してきて撮ってるんですね。はい、で結構大変なあの負担をかけさせてしまって本当に皆さんすいませんでしたとしか言えないですね。あとあの油男さんは全身油まみれなんですよ。だからあのいろいろ差別されてまして、あのロケバスもあの彼のところだけ段ボールで囲ってあるんで人に油がつかないで、あの捨ててこうスケスケ油でスケスケになった捨ててこう履いて、でバスローブを着てコンビニにコーラを買いに行ってました。ああいう大人になりたいなと俺は思いました。男はああじゃなきゃないですかね。こんな感じです。ありがとうございます。それは撮ってないんですかね。それは撮ってないです。さすがに残念です。はい、ありがとうございました。それではですね、あのそろそろちょっとお時間となってまいりましたので、これよりあのフォトセッションに入らせていただきます。あのどうぞあの八代さんを中心にですね、皆様お集まりいただけますでしょうか。ではすいません、ちょっとこちらからいただきます。はい、すいません、はい、ちょっと V サインかなんかいただいていいか。はい、すいません、お願いします。はい、行きます。はい、ありがとうございます。すみません、あ、じゃあどうぞ。ありがとうございます。すいません、真ん中お願いします。はい、入ってます、大丈夫です。はい、皆さん本日はありがとうございます。マイクが入ってなかったです、すいません。皆さん本日はありがとうございます。私はあの実際撮影は朝の早朝の1時間で撮りました。皆さんの話聞いてると1日とか結構タイトなスケジュールだったんですけれども、そうと思えないぐらいにあのすごく作品は奇妙で面白いものになっていると思います。また皆さんも同じような、ね、経験をされてたりするかもしれないですし、この後帰る時も看板はこんなこと考えてるのかなとか、家に帰ったら、ね、あの水道の排水口がなんか出てくるんじゃないかとか、いろいろ想像を膨らませていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、盛大な拍手でお見送りください。東京トワイライトの皆さんでした。ありがとうございました。で、だ
となります。それでは皆様ですね、どうぞお気をつけてお帰りください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。一般の方ちょっとお待ちください。